大阪富田林署から、逃走の男山口県内で確保、飛田純也容疑者ですね。前に何回かこれ動画撮っておきましたけどもね、今日はクイックアップデートということでね、先ほどニュースで、速報がありましたからね、ちょっとビデオ撮っておきたいと思います。まず、この日付ですね、私は大体33が絡むと思って、13日じゃないかなと思ってたんですけどもね、9月29日でしたね、今日ね、土曜日ですけども9月29日に逮捕されました。この9月29日っていうのはね、ここの29というのはね、2プラス9すれば11になりますよね。11、で、9月11、911ですね。911っていうのはね、アメリカ同時多発テロとか、黙示録、ヨハネの黙示録の、911、旧称11施設とかね、いろいろ言われてますけども、まあ、9×11 で99になったりしますよね。33がフリーメイソンリーの数なんでね、それの倍数66、それから99ですね。66はデュアリティでね、33のデュアリティで66になるんですけどもね、99っていうのもね、反対、こうひっくり返せばね66になりますから、まあ同じようなものなんですねこれね。それからちょっと画像これですね。この前の吉沢瞳の、保釈ですか。保釈で芸能事務所かなんかがね、お迎えに来ておりましたね。その車ね、692でしたね。692でしたね。これは692で、まあこの611とか、911ね、これも9プラス2が11になりますから、611、911の意味で、それから今回のこの事件の日も、絡んでますよね。ここの反対にするわけですね。反対にすると、この29っていうのが入ってますよね。そしてこの6を反対にすれば9になりますね。同じ数字が入ってます、ここでね。9月29日ね、まあ、この組み合わせですね、組み合わせで、すると、今日の日付も入ってるわけですね。それこれをね、前もって、まあこういうのプレディクティブプログラミングっていうんですよね。プログラミングかな、まあ前もってこういう予想、予測プログラミングとかなんか言いますよね。まあ、カルマか何か知らないんですけども、こういう風な数字を出してきます。わざとね。それからこれ、6時半頃ですね。6時半といえばね、63ですよね。63ということはサブ6、サブ6、18。18っていうのは9にもなりますし、足したら。かけたら、18ですから、666ですよね。サブ6になりますよね。これ48日ぶりでしたね、逮捕からね。この48日っていうのは、多分その日を含めてないんだと思うんですけども、含めたらね、49日になると思いますね。まあ前回の動画で確か言ってたと思うんですけどね、オカルト数がね、どっかに絡むっていうふうに、言っておりましたね。33日目に私は予想してたんですけどもね、それが9月の13日でしたね。それぐらいにね捕まるんじゃないかと思ってました。だいたいあんまりね時間を置くとね、効果が薄れますから、せっかくねこういうプロパガンダやってるわけですからね、監視カメラをつけた方がいいというような、あと、
罰則をもう少しね設けた方がいいとか、いろいろね、プロブレムリアクションソリューションですよね、そういうのをね、やりたいわけですけども、まあ、あんまり時間を置くとね、世論の関心も薄れますからね、効果がなくなるわけですね。なのでね、今月中に、9月中に大体捕まるとは予想してましたね。それからオカルト数が絡むというのも言ってましたね。案の定絡みましたね。ね、という感じです。ね、6時半ね。まああとね、周南市とかいろいろ出てますけども、まあその辺の数比はね、また今度詳しく、調べてみたいと思いますね。これ。ね、1番からいくつ取りましたかね、6つ取ってますね。6つ取ってますんでね、これぜひね、よろしかったら時間のある方見て、興味のある方とかね、見てみてください。それからね、この事件も嘘でしたね。平尾容疑者ね、平尾容疑者とかなんか言ってね、こういう名前で遊んでましたけどもね、こういうの play on name って言いますね。名前とかでね遊びます。あとね、どちらも盗んだバイクですよね。これは尾崎豊のね、盗んだバイクで走り出すとか、なんかそういう歌がありましたよね。まあそれをね、撮ってるわけです。あとね、これ泳いで渡ったとかね、平井容疑者ね、アルカトラスからの脱出とかね、まあああいうのトリビュートでしょうかね、してるわけですけども、まあアルカトラスからの脱出、あれのも実話とか言われてますけどもね、あれも嘘ですからね、皆さんね、騙されないように感じでね、いろんなシナリオを考えてます。見てくださいこれね、監視カメラ映像ぼやけて、だいたいこういうぼやけてるやつっていうのはね、もうインチキですからね。これ着てる、最後捕まる時に着てた服ね、この服ね、やっぱ白黒のデュアリティですよ、フリーメイソンリーのね。こういう画質ありえないんですから、見てください。顔も何にも分かんないですよ。のっぺらぼうじゃないですか、これ。ねえ。ほんと。これ、捕まるときね。決定的瞬間、何人が撮影したと思います?これ、4人が同時に決定的瞬間を撮影してたっていうんですから、ほんと。前もって、これは、撮るように設定してあったわけですね、もう現場ね、ここいますよ1ね。普通ね、こんな急に撮りません、撮れません、カメラを起動することできませんね。この人なんかもう年寄りの人がやってますから。でベランダの上からもね、撮ってるわけですけども、それも2人が撮ってませんでしたかね、上の方でね。もう考えられませんから、ほんとこのね、近く、現場近く、ね、広島カープのカープファンが通る、道だったらしいですけどもね、こう見てください、この時の写真、33マーキングしてるわけですよ、こうやってね。前の人もそうですよ、前の人もね、33ですよ、これね、多分ね。ね、平尾容疑者のやつはね、平尾立つまで私が何本か、上げてますね。この柳瀬のこの写真も怪しいんですけどもね、この笑ってる写真もね、誰かが加工したと思うんですけども、よかったらね、こちらもね、5月ぐらい、あれ4月でしたね、4月に撮ってますね。よかったらこちらも見てくださいね。スライリーっていうね、スライリー、ここにスライリーが入ってます。そしてね、このスライリーもね、
何ですか、いたずら好きとかそういう意味ですからね。そういうのわざとここに、ここのおじさんもスライリーですね、狡猾だとかそういう意味でしたかね。いたね、まあそういう人が写真を撮ってたわけです。そういうユニフォームを着てた人がね、狡猾なっていう意味だったかな、確かね。日焼けしてないんですか、これ見てください、これ日焼けしてない顔。何、23日間だったかな、あれ23日間も逃走していてね、日焼けしてないんですからね。3000人体制、30歳、ごめんなさい、3000人体制、30歳、ここで33ね、マーキングされてます。これのあの監視カメラに映った時間、これも33です、合計したらね。これもね、羽曳野市とか松原市とかこういうのもね、33になります、数比でね、検索するとね、あの数比計算機でやると、ピタゴラス カルディアン、それでやると33が出てきますね。年齢とかね、名前とかで33絡まないじゃないか、日付で絡まないじゃないかって言うけどね、別のところで絡ましてます。で、あとこれね、最後に、パトカーでね、似たような高校生をね、飛田純也に似たような高校生を、追跡してね、事故したって言うんですけどね、事故死したって言うんですけど、そのね、高校生が。しかし見てください、この現場ね、柱、バス停の柱、全然傷も何もありません、曲がってもいませんね。こういう風にね、詳しく見るとね、よくわかります、インチキだということがね。ということでね、ちょっとクイックアップデート、終了したいと思います。また詳しくは、後ほど、アップしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。